はい、こんにちは、重工房のフラッシュです。前回ってかちょっと前にダッチオーブンでパンを作るっていうのをねやりましたね。あれ結構反響良かったですよ。いろんな方からパンを作り方良かったよっていうことを おっしゃっていただいて、やって良かったなと思ったんですけど、実はあれからですね、ちょっとパン作りたい衝動に駆られてるんですね。やっぱりああいうのってなんかハマるんですね、パン焼きってね。ということで今日もハマってみようかなと思いまして、ヒントにしたこのメスティンでパンを焼くってやつね。これ今日はそのメスティンでパンを焼くのに挑戦してみます。でしかもメスティンと固形燃料ですね。メスティンと固形燃料、まあ、こんな感じでね、ちょっとパンを焼いてみようかなと思っています。ということで、やってみましょう。まあこれでパンが焼けたら、本当にキャンプでもう完璧にやれますよね。なので、ちょっとやってみましょう。1次発酵、2次発酵をキャンプ場でやるのは結構しんどいじゃないっていうことでしたね。だから1次発酵をやったら、冷蔵庫、かもしくは冷凍庫ですね。冷凍庫でこう、5度以下にするんですって。すると発酵っていうのは5度以下で止まるので、で、朝出してキャンプ場に持っていく間に二次発酵がされてるなんてね、そんな時短をやれるよなんていうヒントもねありましたね。まあ、今日はそこまでやりませんけども、今日はまあ前回と同じような作り方でメスティンでうまくできるかどうかね。これもだいぶ使い込んでますね、このメスティンね、うん、今日はメスティンでパンが焼けるかどうか、うまく焼ければねいいかなと思います。ちょっと前回よりもうちょっと大きめのパンをね焼いてみようと思います。なので、量もね前回よりも若干大きめの量、多めの量で配合してみようと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。はい、用意するものはね前回とほとんど同様ですよね。まずは、まずは小麦粉ですね。小麦粉を今日はね、150g やってやろうと思います。前回 100g だったのでその 1.5 倍。ああ、ついた。はい、150g ですね。はい、150g に、ミルクをね、70cc、まあ、ミルクは 70cc だから 100cc でいいか、 100cc しましょう。40度ぐらいですね。はい、そこに砂糖を 7g。 はい、砂糖 7g と塩を、まあ、1.5g って言いますから 2g ぐらい入れていきましょう。ちょっと入れすぎた塩。はい、そうしましたら、 あとイーストがあったね。イーストはこれ、いつものこれですね。はい、前回も使ったスーパーカメレアドライイースト、これを 3g ですね。 3g イーストを 3g ね入れました。この段階でマーガリンを 15g、 マーガリンを 15g 入れましょう。13g、 あとは少し、はい、これで大体 15g ですね。はい、そしたらこれを練っていくという感じですね。分量はねちょっと横に出しておきますからね。もうこれは結構練る。大体前回のねあれで容量が大体分かりました。今回はちょっと 150g に量を 1.5 倍にしましたね。はい、じゃあ手ごねいきましょう。ちょっとイースト菌の量が心配、入れすぎたかも。練り方があるのかな、ちゃんとした練り方が。まあこれがベタベタしない、まとまってくればねだいぶこねれたっていうことだと思いますけど、
いや、しかし前回のあのうまく作れたね。ちょっと焦げましたけど、今日は焦げないようにちょっと頑張りますよ。今日こそ焦げないようにちょっとこう火がね、今日は固形燃料でやるのでそんなに火力が上がらないと思うんですよね、焦げるほどね。だいぶまとまってきました。だいぶ伸びるようになってきましたね。多分なんか前回より目が粗い感じだな。キメがちょっと粗い感じがするんだけど、大丈夫かな。はい、だいたい10分ほどこねましたので、これを一次発酵してやろうと思います。はい、それではちょっと湯煎をね、やるんだけど、ここの温度は結構大丈夫、今60度あるので、もうちょっと下げましょう。水を足して、うん、44度ですけど、多分さ、ぬるくなるよね、これ当然ね。はい、それではこれで、そうですね、ちょっと見ながら、様子を見ながら2、30分放置しましょう。発酵前のね、時間をと様子を取っておいて、これが倍ぐらいに発酵したらという、倍ぐらいに膨らんだら OK っていう感じですね。お、来ましたね、そろそろ。はい、ということで一次発酵したかな。はい、ちょっと開けてみましょう。大体もう倍の大きさに、ね、なりましたね。倍、うん、倍ぐらいになりましたね。はい、ということでいい感じになりました。それでは再度これをね、 こちらへ持ってきて、こんな感じですよ。大丈夫ですね。はい、でいよいよメスティンの登場ですね。メスティンに入れていきます。メスティン、このままでもじゃなくて、このままじゃなくて、これ3つぐらいに分けてね、やってやりましょう。3つ、大きさが難しいな。まあ、ざっとこんな感じ、3つ。こんな感じね、やって、ここに入れていくんですけど、その前にこういうものがあればね、これをまず中に入れてやって、その上にこのオーブンペーパーをね、オーブンペーパーも大体でですが、ちょっと待ってね、こんな感じでここに来るでしょ、こうやって。ぴったりだね、これ。こんな感じですね、こういう感じ。はい、で同様にこちらも同じようにこうやって入ってます。まあそんなにあの正確にやる必要はないとは思いますけど、でもこれちゃんと折ってあると中で結構型がきれいに収まるので、はい、こんな感じね、こんな感じのを作っておいて、あとのを通って、まあ大事なのはこの底に引かなければいいということだけなので、こんな感じで折っておきましょうね。はい、こんな感じです、こんな感じ。
オーブンペーパーをね。そしたらここに3つ、どうなるのこれ、これまだこれこれから発酵をもう一度するんで、ね、こんな感じですね、しておいて、そしたら再度発酵させましょう。今度は、もう一度ここにお湯を入れてね、50、はい、これでいいと思います。そしたら二次発酵あります。二次発酵、はい、それではちょっと見てみましょうか。どんな感じかな。おいい感じで膨れてきましたね。よし、これでほぼ完了だと思います。もうちょっとだけこの中に入れて発酵させておこうか。保温バギーの中でね、発酵待ち、あと8分、あと8分待ちましょう。はい、それではね、ちょっと開けてみましょう。どうかな、あ、ポカッとあったかいね。もうなんかパンパンに腫れてる、膨れてる感じがしますけど、ちょっと開けてみましょう。あ、よっ、おお、かわいい感じですね。よし、これではじゃあ今から焼きますよ。はい、それではね、焼いてみましょう。使うのは固形燃料ですね。固形燃料、もう 100均の固形燃料ですよね、とメスティンと。で、まあ、こんな感じでね、つけるんですけど、まあ、火の通りをね、火が まあ、よく回るように周りを囲ってやりましょう。風防でね、風よけで、まあ、屋外じゃないですけど、まあ、こうやってやっておく方が熱効率がいいと思いますね、はい、そんなことで、まずは、まあ、ここにね、こんな感じで火をつけてやります。ついてない、これついてない、つきました。じゃあこれをね、囲ってやりましょう。これでね、このように囲ってやります。まあこうすることでね、熱が逃げにくいし、まあまあ回りやすいですよね。はい、じゃあこれでちょっと分かんない、どれぐらいか、ちょっとどれぐらいか分かりませんけども、焦げる直前まで熱をかけてやります。あ、結構熱いぞ、もう。まあご飯が炊けるぐらいですからね、まあ、パンも焼けるでしょう。ちょっとやってみましょう。お、ちょっとなんか臭いぞ。あちち、相当熱いよこれ。熱々、ちょっとひっくり返してみましょう。ちょっと焦げたかもしれないな。いいかな。よっ。こちらも必要あるのかな、これ。いらないぐらいすごい熱が回るね、これ。よっ。こちらもね、裏返してやりました。かなり今、5、6分ですかね。5、6分放置しましたけど、もういい、いい匂いしてましたからね。だから焦げてる感じですよ。やばい。どうかな、ちょっと表見てみよっか。ちょっとこれ、もういいな。あとはこれがね、熱々、これが逆にやりにくいわ、これ裏返すと。こっちも焦げてきたかな。よいしょ、ちょっと熱いやつ、こうやって持たないと、こうやって持たないと。だからこいつをね、こいつのね、これこいつですよ、この取っ手がね、
メスティン簡単に外れるので、取っ手をこう外してやって、持つ方向をこうじゃない、こう何、常にこういう風に持てるように、こうやったらこういう風にね、持ってやる。そうすると持てる。あ、やばい。大丈夫。はい、一旦ちょっと下ろしてやりましょう。熱い、熱い。こんな薄い手袋じゃダメだね。ちょっと熱い手袋じゃないと。よいしょ。はい、ほーらい。ちょっと、火が消えてませんけど。開けてみましょうか。これ消そうか。さあ、どんなんでしょうか。焼けましたが、焼けましたかどうか分かんないんですけど、あ、もうこれ焦げてるわ。あ、ちょっと焦げすぎた。すごいねこれ。じゃあ裏はだいぶ焦げてるぞこれ。やばい。じゃあね、予想では裏側はもうだいぶ焦げてる感じだと思います。あ、そうか、裏はこれが置いてあったからそんなに焦げないか。あー、そうか、こういう感じか。さあどうでしょうか。ちょっとね、この表がやっぱ焦げたね今度は。でもできましたよ。ちょっと焦げたけど、 この裏側は綺麗に焼けてますね。やっぱ直に触ってるところは焦げちゃうね。表もこれがいるんだな。ちょっと考えないといけないですね。できましたよ、パン。はい、メスティンでパン。ちょっと開けてみよっか。よっ。どうですかこれ。湯気まで出て、これうまそうだね。ちょっと一口いただいていいでしょうか。うん、もっちもち。これ牛乳でやってるからかな。もちもちしてるねこれ。本当に美味しいですよ。メスティンでパン焼いてみました。これまた美味しいのが焼けましたね。はい、ということで、いや本当に美味しいねこのパン。前回はあのダッチオーブンでやりましたけど、メスティンの方がうまく焼けますね。火加減はねちょっと経験値がいります。意外とねすぐ焼けるんですよ。すぐ焼ける。もう本当に2、3分、5分ですね。5分で限界。これぐらい焦げてくるので、まあアルミだから余計にかもしれないね。アルミだから余計に火が入るかもしれない。でもこれ普段からパン食べたい人はメスティンで焼けばいいですよ。これはいいなぁ。サンドしてやりましょう。やっぱこうナイフが入りにくいな。ちょっともちもちすぎて。どうかね、フリリー。ちょっともちもちすぎてね。なふうに食べちゃいましょう。おいしい、おいしいよ。はい、ということでね、今日は、というか今日もパンを焼いてみました。今日はメスティンでね、焼いてみましたけど、いや、これあのアルミ製だから かもしれないですけど、すごく焼けるのが早いですね。なので、焼くときは本当お気をつけくださいね。すぐ焦げちゃいます。ちょっと私上失敗しちゃったんですけど、こんな風にね。でも下側は、下にあのネットっていうのかな、台を、ちょっと浮かせる台をね、入れてたおかげで、あのついてないところはそれほど焦げてないですね。うまく焼けてましたね。なのでちょっと工夫されて一段上げるようなことを考えられた方がいいと思いますね。はい、ということで、いやそれにしてもまあ
安定のメスティンなのかもしれないですけど、パンを焼いても美味しかったですね。それとね、150g ではちょっともちもちしすぎて、ちょっと量が多いのかもしれないですね。やっぱり 100g で良かったかもしれないな、なんて思ってます。 100g でもっと膨らませた方がそのパンらしいパンになる。ちょっとこれはもちもちしすぎてて、こう本当に噛むのに噛むのが結構大変な、噛むというか飲み込むのが大変なぐらい結構しっかりパンがね、詰まってる感じもしましたね。これはこれで美味しかったですけど、あのハムとソーセージとチーズを挟んでね、いただきました。はい、ということで、皆さんもぜひキャンプの一つのバリエーションにねしていただくといいと思います。というか、まあキャンプに限らずね、メスティンでパンが作れるということはちょっと画期的かもしれないですね。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからもね、皆さんに役に立つキャンプの情報をねお伝えしますので、よろしければチャンネル登録してください。では明日の夜8時にね、またお会いしましょう。岩さん、そら、これ美味しいよね。これ冷めても美味しいかな。冷ましてから食べてみます。さら、最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がよろしければグッドボタンを、私に質問のある方はどんどんお寄せください。では次の動画でお会いしましょう。さら。